はい、ドラムの打ち込みはなんとなく分かってきました。ドラムエディターを使うとゲーム感覚で音楽が楽しめるんですね。そうですね、ドラムエディターは特にダンスミュージック系の、制作ではですね、重宝すると思います、うん、ではですね、次にループを使う方法を紹介していきましょう。はい、ループ。ループはですね、あるフレーズを繰り返しながら曲を作っていく方法で、全ビートにはですね、最初からいろいろな楽器のフレーズがループとして収録されているので、それを組み合わせることだけで音楽が作れちゃうという非常に便利な機能になってます。はい、それもすごい面白そうですね。どうやって使うんですか？はい、まずはですね、ドラムエディターの画面を閉じましょう、右上のバツボタンを押してみてください。はい、画面が変わりましたね。はい、この画面はですね、ループビルダーモードといって、ループで曲を作るためのモードになってます。はい、と難しいこと言っても仕方がありませんので、早速ですね、使ってみましょう。縦方向にトラック、つまり楽器をですね、追加してみましょう。プラストラックボタンをクリックしてみてください。はい、メニューが出てきました。はい、ここではですね、どんな楽器を追加したいのかを選びます。簡単に紹介すると、自分の演奏を録音したり、ループファイルを使いたい場合はオーディオトラック、鍵盤で打ち込みをしたい場合にはインストゥルメントトラック、ドラムエディターでドラムを打ち込みたい場合はドラムトラックを選びます。なるほど、その他は何ですか？その他ですね、残りはですね、ちょっと特殊な項目ですので、はい、まずはこの3つが分かれば大丈夫です。はい、分かりました。ではここでは、ループを使いたいのでオーディオトラックを選んで、はい、はい、これでですね、オーディオトラックという名前の新しいトラックと空の箱ができましたので、あとですね、これ文字をダブルクリックすれば名前を変更することもできます。はい、なるほど。じゃあこれは、ループとつけてみます。はい、次にこの箱にループを読み込んでみましょう。箱の右下のプラスボタンをクリックしてみてください。はい、はい、右側にリストが出てきましたね。今までとちょっと違いますね。全ビーツにはですね、いろいろなループが入ってますので、楽器カテゴリーで絞り込めます。ああ、なるほど、はい、これならたくさんあっても探しやすいんですね。ドラムもありますね。はい、ドラムはですね、ループを使っても良いですし、以前に紹介したようにドラムエディターで打ち込んでも OK です。はい、ループと自分で作るのに何か違いありますか？一番のですね、違いはフレーズや音色のカスタマイズができるかどうかですかね。ループというのはその音とフレーズで録音されたファイルなので、音色やフレーズを変更することができないです。ただし、良い感じのかっこよいフレーズを簡単に使うことができます。それに対して、自分で打ち込む場合には音色やフレーズも自由自在っていう感じですかね。なるほど、はい、じゃあ簡単に使えるループとカスタマイズが自由な打ち込み、一長一短ってことですね。そうなんですよ。どちらが優れているというものでもないので、目的に応じて使い分けてみましょう。ではベースのフレーズも選んでみてください。はい、はい、これがいいですね。ループの左側にあるプラスボタンをクリックするとループが取り込まれます。はい、で取り込んだループは箱の再生ボタンをクリックすると視聴することができます。はい、再生ボタンがいろんなところにあるんですけど、何が違うんですか？ですね、ループビルダーモードはいろいろなループを組み合わせて鳴らすことができるんですけど、仕組みを簡単に紹介しておきますね。はい、お願いします。はい、ループビルダーモードには時間軸、つまり何小節目という概念がなくてですね、各ループを組み合わせながら音楽を作っていきます。その際に、縦の列を同時に鳴らすことができます。画面の下部分に A から H まで色分けされたボタンがありますが、この部分の再生ボタンをクリックすると、その列にあるループが同時に再生されるという仕組みになってるんですね。ということは、各列ごとに違うループを設定していくようなイメージってことですね。その通りです。バース用の組み合わせだったり、コーラス用の組み合わせなんて具合に設定していきます。ちょっとやってみましょうか。はい、B の列にまた別のループを設定してみてください。でね、検索バーもあるので、ここでは EDM と検索してみましょう。はい、
きました。はい、ちょっと1パートだけだと寂しいのでもう1トラック作って B の列にドラムのループも取り込んでみましょう。はい、はい、A は打ち込み版、B はループ版みたいな感じですね。できました。ありがとうございます。そうしたら A 列の再生ボタンを押してみてください。はい。で、セクションを変えたいタイミングで B 列の再生ボタンも押すと。はい、切り替わりました。ちゃんと小節の切り替わるタイミングで変わるんですね。すごい賢いですね。ですね。この列の中でもし1ループだけを変えたい場合は各ループの再生ボタンを押せばいいんですね。そういうことなんですね。自分の好きなタイミングで好きな組み合わせを簡単に試せるのがループビルダーモードの特徴になってます。一つ気をつけていただきたいのが、同じ行にあるループを同時に鳴らすっていうのはできないですね。はい、ということは闇雲にループを呼び込んでしまうとすごい面倒ですね。ちゃんと楽器ごとにトラックを作った方がいいですよね。あとちなみに取り込んだループを変更したいときはどうするんですか？組み合わせてみたらなんか違ったなと思ったときとか。結構ありますよね。その場合はですね、ループを右クリックして交換しますを選びましょう。するとまたループを探す画面が起動します。はい、わかりました。はい、じゃあ実際にですね、いろいろ組み合わせて遊んでみましょう。はい、フレーズのキーを変えることはできないんですかね。ドラムは問題ないんですけど、ベースとか他の楽器のキーを変えたいとかあると思うんですけど。ありますね。こちらはですね、もちろん可能になっております。まずはループをダブルクリックしてみてください。するとですね、画面の左側に上下の矢印キーがあるんですけど、このボタンをクリックすると音程が半音帯で変わっていきます。はい、はい、カラオケみたいですね。オクターブを押すと1オクターブ上げ下げできるということですね。原因は音量ですね。はい、でですね、あとですね、テンポを変更することもできるんです。テンポを変えると自動的にループが追従してくれるので、いつでもテンポを調整することができるのもループの魅力になってます。はい、最初は十分だと思ってたんですけど、やってみるともっといろんなループが欲しくなってきますね。自分で思いつかないようなフレーズとかが入ってるので欲がすごい出てしまいます。ですよね。そんな時はですね、優勝にはなってしまうんですけど、ループを追加することもできます。追加ループはメニュー、ストア、ループで確認することができます。はい、あ、いっぱいありますね。そうなんですよ。再生ボタンをクリックするとデモが聞けるので、いくつか聞いてみましょうか。はい、はい、自分の好きなジャンルで追加していくとすごい面白そうですね。面白いですね。はい、今回はオーディオループについて紹介しました。次回はMIDIレコーディングについて紹介していきます。それでは次回もお楽しみに。